ソフトダーツプロフェッショナルツアージャパン2019ステージ1東京ジャパンのファイナルマッチ、佐藤雄太郎プロ VS 大城正樹プロの試合ということになりました。佐藤雄太郎プロにとっては久しぶりの決勝戦、そして大城正樹プロは昨シーズンも年間チャンピオンを取っている通り、決勝戦には何度も昨シーズンは出てきておりました。そんな中でのこの2019シーズンの開幕戦、一体どちらが制するのか、赤松プロどうでしょう、見立ては。これ難しいですね。難しいですよね、はい、見応えのあるゲームになってくれたらなと。まあ、お互いのこの選手の中継の解説などもしていただきながら今日は一日進めてきましたけれども、まあ、どちらもやっぱりいいダンスをしています。そうですね。さあ、先ほどセミファイナルでは佐藤雄太郎プロ対戦相手に、まあ、勝った瞬間だとは思うんですけど、会場内に大きくっていう、はい、ガッツポーズの声が響いておりました。さあ、気合十分だと思います。ジャパンファイナルマッチ、バットブル形式のオープンマスタードファイブレッグマッチです。ファイブレッグマッチ、ファーストレーグ、ゲームオン。高校の佐藤雄太郎プロはただそれについていく、うん、あのエキシビジョンの見てますけど、さすがですよね。どれだけブルを外さないかっていうところがちょっと楽しめるかなと思います。お互いに連続のハット、さすがというしかないですね。佐藤雄太郎プロは、さあ4ラウンド目ですね、はい、ここ意識してしまうとということですね。どうしても意識しちゃいますよね、この。意識するその4ラウンド目ですら意識に留めない昨シーズン年間チャンピオン大城正樹プロ。もうついていくだけですからね、はい。まあ、ここは高校になると4ラウンド目っていうのはあんまり気にしないでっていうことなんですよ。もうここまで来たらこれは41になってしまいました。これはもう、ね、フィニッシュできないんで、はい、1で40残りにするか、はい、9で残2残りにするか、はい、10ダブル69、うんうん、9で16ダブル残りにするか。 You require 101。大きいですよね、ブレイクできたら。勢い的にはいきそうな、まあ、そうですね。大城選手もすごいノリノリのところをミスして取られるっていう精神的なこう加工をする感じと、はい、69。これブル1ブルでよかった
どうなんですか。でもこれはなんていうんですかね、普段から自分がやってるやり口っていうのが、はい、一番やっぱ信用できるんじゃないかと思うんですよ。トリプルから行けたりするんじゃないですかね。さて、ドラプロもハットブルでパーフェクトの場合は101残りのブルジュルナトリプルでいいんじゃないかなと思いますね。ゲイモン切り替えてちょっとここは、さあ2レグ目スタンダードクリケット、いいスタート切りましたね。決勝まで進んでくるということで、もうだいぶ仕上がってますもんね、お互いに、それをバックを返してきました。続いて2ラウンド目、このユウキすごいですね。やっぱ19ダブルとかなかなかいかないですもんね。シャドバー、今最後の1本いったかと思ったんですけどですね、はい、やっぱ20は残しつつの、他の相手の陣地をクローズしていくという、多分20、18クローズして17クローズした感じじゃないかな。あ、うん、狙いとしては。シャドー、しかしそう簡単には点数を取らせて簡単に勝たせてくれませんからね。でここでまた18をオープンできなかったので17をクローズ迷うかなっていうところですか。20に行くんじゃないですか。フォーマー、でもこれ17のシングル1本で点数同じになっちゃうんですよ、うん、そうなると2本20に大城選手がトライできるんですよ。あ、下戻るのか。点数差を引き離す、確実にっていうことなんでしょうけれども、さあ佐藤裕太郎プロ、応用聞かせましたね。あの18が2本入ってたんで、はい、トリプル入れば2本分の点数とクローズも一緒にできる、陣地も増えるっていう。少しでも有利にということですよね。そうですね。いくら点数がたくさん離れてたとしても1箇所持ってるっていうのは1本で締められてしまうんですよ、クローズされてしまうんですよ。だけどブルと2箇所とか2箇所3箇所になると1本でね、クローズされないからエリアは持っときたいので、ね、できることは。ここで3点リードで大城正樹プロです。この場合は16をオープンしてと、いやー僕は20から行くんじゃないかなと思いますけど、ね、クローズから16からか、これ20クローズで16に戻る。シックマー、難しいですよね、点差が微妙だったからね。そうなんですよね、うん、
佐藤裕太郎プロの場合はもうここはもうとにかくオーバーしに行くと点数をいっぱい取らないとです、ね、ここでクローズ行く、まあ、まあ無理ですね。ここはもう16と20でじっくり点数の取り合いをした方がいいんじゃないかと思うんですよね。僕はプレッシャーをかける意味でも1本につき4点差があるからなんですよ。7本ずつ入れても28点差がつくってことなんですよ。確かに点数の差が大きいので追いつくのは、まあ、楽っちゃ楽だけどプレッシャーはかかりますからね、うん、追いつくっていう方法で考えると、うん、5マークその大城選手はこのままでは勝てないから、そうですね、どこかで20をクローズしに行く今だ、うん、もう一丁、ね、まずクローズして徐々に追い詰めていって確実にクローズしてっていう、Keep trying. まあ、アンラッキーですね。佐藤裕太郎プロ、いつもの北海道に、席を置いてて、はい、そこから、まあ、東京に移られて、うんうん、でそこでかなりこう練習を積んだらしいです。東京で。はい。調子はすごくいいという話は、まあ、ご本人もされてました。そんな中でのこの決勝戦、その調子の良さキープして面白プロに勝つことができるのか、これは厳しいですね。3マークス厳しい。ちょっとした差なんですけど、うん、気持ちなのか、感覚なのかがずれちゃうとこうやってトリックに絡んでこなくなってしまう、そこの調整っていうのはやっぱ本人的にもできる、そんな簡単にできるものではないんでしょうかね。先行の場合って割と精神的に余裕があるはずなんですよ、最初から先行だって、はい、その余裕がなくなればなくなるほどブレイクされやすくなるんですよ、うん、その余裕をどこで保つかって20のエリアで保つっていうのがこれはもう大半だと思ってる。はい、はい、ここで大城まさきプロブレイクしまして2対0で、その20のエリアを徐々になくされていく感じで追い詰められていった。今のはそういうことですよね。精神的な余裕がなくなっていって18をポカッてミスしたりとかするっていう感じなんじゃないかなって思って見てましたけど、だから赤松プロが先ほどもおっしゃってましたけど、打ち合って徐々に広げていって余裕を持ってクローズっていう、昨シーズンこれを決めてるとき相当調子良かったんですよ大城プロ、20トリプル20トリプルトリプル19、うんうん、まあ、今日も決して調子は悪くないでしょうけど、勝ちのセオリーみたいな、フォーマークス、ファイブマークス、外しましたよ、ね、やっぱ60よりどころですよ。しかも先行でこれをキープしたら、キープしたら勝てるという、そうですね、ところですから、なんとしてもやっぱりそのキープしなければ、もう安全圏でゲームを進めることばっかり考えてると思いますよ。
なのでこれは17したら、まあ、18いくでしょうけど16、ここまで行っちゃうともうさすがにポンポンポンと走ってしまうっていう、走ってしまうというか、はい、20対19、20対18とかってなってる状態の攻防だったら、まあ点数多めに20をこう厚めに加点して、で余裕を持って締めに行く、もしくは1本クローズしたら余ってるやつを全部プッシュするとか、はい、そういう風にして優位に優位に進めていって相手が折れるのを待つみたいな。さあ面白プロ16オープン15してきました。残りはフルのみ。佐藤雄太郎プロにとっては相当厳しい状況ということになりました。エリアを4つ持たれてますからね、はい、ここでブルでなんとか挽回をする機会を狙う以外に方法がない。でも128までしかいかない。そうですね、スリーンザブラックだったとしても、うん、128までですね。さあ次の3番で大城雅樹プロは決めてくるでしょうか。注目の5ラウンド目。ウェナー大城雅樹ウェナー。ソフトダーツプロフェッショナルツアージャパン2019ステージ1東京ジャパン優勝、大城雅樹プロでした。おめでとうございます。それでは優勝されました大城雅樹プロに一言いただきたいと思います。ジャパン2019シーズン開幕戦見事優勝で飾りました。おめでとうございます。ありがとうございます。昨シーズン年間チャンピオンを取られたシーズンも開幕戦優勝からのスタートということなんですが、同じようにスタート切れました。いかがですか。そうですね、インタビューでもお伝えしてたんですけども、ロケットダッシュをしたくて開幕戦は絶対優勝します、したいですって言ってたんで、それが叶ったんで良かったです。ありがとうございます。一言、まあ、決勝戦を振り返っていかがでしたか、ご自身的に。いや、決勝戦も含めてなんですけども、やっぱり入れ替え戦から楽な試合っていうのは1試合もなくて、どれもやっぱりプレッシャーのかかる試合ばっかりだったんですけども、今日はたくさんの応援の皆様、そしてファンの皆様、スポンサーの皆様、すごい応援してくださって優勝することができたんで本当に良かったです。ありがとうございます。最後に一言、まあ、今期の目標を含めて会場の皆様に一言お願いしたいと思います。そうですね、ジャパン、2連覇したことをした選手がいないということなので、僕はその年間チャンピオン、はい、2連覇したことがいないということなので、それにちょっと一歩だけ18分の1だけ、近づけたかなと思います。今日は本当最後まで残っていただいてありがとうございました。おめでとうございます。ジャパン開幕戦この東京大会優勝、大城雅樹プロでした。